さて行くかね。永訣信玄、上洛の途に病死すか。影武者をとて我が死は覚せ。きっと上洛すべ。お館様、お館様、お館様。なんてな。敵の忍びは信玄公の死を告げるべく行っちゃいましたよ。さすがです、お館様。これで軍を返せば、必ずや信長は我らを追撃してくるでしょう。一つ聞いてもいいですかね。うん。素直に上洛して括弧撃破すりゃいいのに、なんでこんな茶番を。これは信長だけとの戦にあらず、最強の信長鉄砲軍団を打ち破ることで他を戦わずして屈するのじゃ。あと一気に肩をつけたかったからじゃな。面倒だし。太平の世が来て、おことと酒を酌み交わすとはな。お主が将軍になるより予想できた。戦わずして勝つ、これが真の軍略か。なるほどね。これぞ王道。さすがです、お館様。ひょっとして面倒だからじゃないでしょうね。